どうも、レオンで、ございます、まだまだね、緊急に動画を撮ってるんですが今回はですね、J リーグ J2 ですかね、J2 かのバジアーノ岡山、久々ですね、もうシーズン終わって、まあ、プレーオフはまだ残ってますけどね、 J リーグのシーズンそのものはね、リーグ戦は終わったんですけども、このシーズン、ご存知の通り、ファジアの岡山は木山監督を中心にね、盛り上げてもらって、リーグ戦は3位かな、もう少しでね自動昇格というところまで来たんですが、残念ながらプレーオフで負けてしまって、初戦で負けたのかな、J1 昇格は初昇格かはならなかったんですが、このファジアの岡山がですね、木山監督と契約を更新したと、本当に素晴らしいニュースだと思います。はい、結局サッカーっていうのは誰がやるかっていうのももちろん大事なんですけども、誰が指導するかっていうのがもっともっと大事なんですよね。もうこれは本当ね、とても重要なこと。はい、だから今はね、例えば日本代表森保が率いてますが、じゃあ森保じゃなかったらどうなんの、もっと上に行けるわけですよ。もうそれと同じなんですよ、ね、やっぱファジアの岡山っていうこのチームのね規模からして、この木山っていうのは素晴らしい監督だと思いますし、木山もね、本当に下積みが長くて、いろんなところで、特に J2 かな。J1 ではまだね、全然結果残してないんですけど、J2 で本当にこう、叩き上げというか、しっかり結果を残してきて、基本的にはどのチームもね、J2 で結構プレイオフに導いてるんですよ。で、彼自身もそのプレイオフからこの今度なんていうかな、上の勝ち上がるっていうね、そこのその壁にぶつかってると思うんですけど、でもそろそろね、ぶち破りそうな気がするんで、ファジアの岡山が彼と契約を更新したと、こういうのは喜ばしいニュースですよね。岡山県民にとっては非常にいいニュースだったんじゃないかなというふうに思いますね。はい、で、あとはね、選手の補強、岡山ね、引き抜きどうでしょうね。日本人はなんか可もなく不可もなくなんですよ。で、外国人のレベルが結構高いんでね、J2 にしては無双してるでしょ。ミシェル・デュークと、チアゴ・アウベス、で、ヨルディ・バイスか。この3人なんですよね。頭外人って誰がおったんだよ。あんま大していなかったですよね。はい。っていう感じなんで、もう少し、外国人の質を、あとね、1人2人獲得してあげて、そして、日本人選手を何人か獲得した方がいいんじゃないかなと思いますね。特にゴールキーパー、誰がやってるのか知りませんけど、多分そんな大したキーパーじゃないですよね。ゴールキーパー、ちょっと J1 あたりからちょっとね、試合に出れてないようなキーパーを補強した方がいいんじゃないかなと。っていうか、ゴールキーパーにね、外国人使ったらどうかなと、個人的には前も言ったかもしれないですけど、思いますけどね。例えば、琉球のカルバハルでしたっけとかね、ヴェルディのマテウスとか、ヴェルディが出せへんかもしれないですけど、岡山に金あるかどうか分かんないですけどね、金あればの話ですけど、と外国人キーパーに使った方がいいかもしれないですね。で、センターバックバイスいるんですけど、年齢が結構ね、もう30半ばやと思うんですね。もうちょい言ってるかもしれないです。だから、で、日本人のセンターバックのクオリティをもう少し上げる。他のね、層を厚くする。で、中盤がちょっとね、弱いんですよね。もうちょっと中盤2、3人必要かなって思います。もうファジアの岡山は昇格するためには、まずは木山監督を残留させること。そして、補強をしっかりすること。もうこれなくして絶対上がれないと思うんで、もう補強が全てだと思うんで。そういったところで、はですね、今俺が伝えましたんで。しっかりとこう動いてくれればいいんじゃないかなというふうに思います。はい、来シーズンの予想でいうとですね、おそらくこのファジアの岡山がプレーオフじゃなくて自動昇格圏内に普通に入るんじゃないかなと思ってます。はい、というのはですね、来シーズン J1 から追ってくるのがジュビロ磐田とエスパルスなんですよ。で、ジュビロ磐田はですね、補強禁止ということなんで論外です。これ J3 落ちます。で、清水エスパルスはね、これ、くせ者ですね。やっぱり選手のね、引き抜きがあったらちょっと話変わってきますけども、戦力がもし仮に全部残留したら、でも、チアゴ・サンタナか、フェリペ・サンタナか、サンタナはちょっとあれですね、引
き抜きありそうですねって考えると、まあでもね、フォワードもすごい熱いんでね、オセフンかなんかそんな見ますんで、まあそういう点では、まあ、エンジンはなかなかかかるの遅いかもしれないですけど、最終的にはこの6位圏内、そして自動昇格圏内には絡んでくるチームだと思うんでね、監督もいいんで、なんで、まあそういう点ではファジアの岡山、そしてまあおそらく昇格はできないロアッソ熊本、そしてまあエスパルス、あとどこが可能性あるかな、可能性的には、あ、大分ね、大分巻き返し来るでしょうね、っていったところの争いにはなると思うんで、他はなかなかノーチャンスかなという感じはするんですけど、どこどこ、まあ東京ヴェルディも面白いかもしれないですね、ジョフが2年目、経験ある監督なんでね、何かしてかしてくるかもしれないんで、まあそこは楽しみかなと思いますけども、まあでも、自動昇格圏内には確実に入れる体制はあると思うんで、あともしっかり補強のみかなと思うんで、そこさえ、外さなければ J1 初昇格できるやろ、頑張れよ。